お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら三銃士デッキやっていきたいと思います。というわけで、枯渇三銃士というね、はい、デッキを使っていこうかと思うんですが、このデッキですね、こちら今回のバランス調整で工場馬場がね、はい、強化されましたよということで、ね、連鎖ダメージが 8% ね増加、まあ連鎖ダメージ、突撃ダメージですね。はい、突進時のあのガイーンのねダメージが 8% 上がりましたよということで、まああんま分かんないとは思うんですけど、まあちょっと得したんでね、はい、得した算して今日やっていきたいと思います。はい、というわけで待ってくんですけど、まあ古城ババが入ってるデッキってまあなんかある程度限られますよね。まあそれこそ三子だったり、まああとはなんだペッカ工場ぐらい、にしかまあ使われないカードなんですけど、今回なんかそういったそのファルチェとかもですし、なんかこう限られたデッキにしか使われないようなカードたちがね、ちょっと強化されたイメージがあります。よいしょ。はい、というわけで、まあ使用率とかが爆伸びするとはまあまあ考えにくいんですけども、まあどうせ強いでしょっていうことで、はい、今日はねやっていきます。さあ、で待って、これマジディガードギャングミスっただけです。はい、まあ前からたまたまいい感じになったみたいなとこあるかな。まあいいや、一旦温存します。はい、ファイアボ使ったんでエリポン置いていきます。で、まあ三銃士デッキはね、そのなんだろう、使い慣れてしまえばめちゃくちゃ強いし、多分なんだろうな、ある程度戦えると思うんですけど、多分エリクサーポンプとか置くタイミングとか、なんか三銃士を出すタイミングとかがやっぱ慣れてないと結構大変だと思うんですよね。そうなんで、まあ別にすごいおすすめするようなデッキでもないです。はい、なんか生配信があって、その際にその枯渇三銃士をね、ちょっと使うタイミングがあったので、ちょっと使ってみてね、久々に三銃士使ってちょっとええなと思って、はい、今日はちょっと使ってるって感じですね。多分知らない方も多いんですけど、僕はね三銃士出身の民なんですよ。マジでガチ初期、まあ初期、まあ半ばと言いますか、僕がこう有名になったきっかけっていうのが、まあ言ったら三銃士デッキなんでね、はい、ちょっとこうなんか喋りながらでもね、自然と慣れの手つきでね、ちょっとやっていけるよね、戦えるよねっていうので、さあ三種をね今日ちょっと、やっていこうかなと思います。さあ、ちょっともうめんどくさいですけどね、この檻とかネクロとかいろいろ厄介ですけど、まあ気合でね、はい、やっていきましょう。これガインしてから、まあこれゼップってネクロぶっ飛ばしたよね。でこれちょっとやばい、これマスク間に合ってほしい。ディガーで削りたい。あとさあ、で防衛の構えをしながら、これちょっと怖いよね、怖いよね、誰がどう見ても怖いよねっていう。さあ、しかもこれ矢の雨あったね、俺の対戦相手、これ矢の雨飛んできます。さあ、でも一回耐えたいね、気合で耐えたいね、気合で耐えたい。よいしょよいしょよいしょ、怖いです。300です、たかが300ですが怖いです。はい、まだ300まで行ってしまえば、あとはもうディガーザップで戦えるよねっていう。今回の相手がね、ヤナアメ5なので、まあヤナアメ使ったらね、三種から別に5打たれても、まあ残るんでね。よいしょ。さあ、ネクロの範囲で、まあ三種死ぬのだけはやめてほしい。で、暇なんでね、ちょっと、ギャングぐらいつけます。で、ディガーでスケブにザップって、まあさすがに勝った。はい。まあ三種ね、おもろいんですよ。その慣れてしまえばね、やっぱエリクサーポンプ序盤に置くってことは、序盤にエリクサーがこっちがないのでリードされるんですよね。で、ダメージリード取られるんですけども、やっぱ後半にはそのね、エリポンで取った後でなんか逆転していくっていうのがすごいね、おもろいんですよね。だからハマる人はハマるよねっていうデッキですね。まあなんか三種デッキはまあ三種デッキといえどもエリポンデッキみたいな、なんだろうね、もう三子がまあ刺さるときは刺さるんですけど、なんかメインで戦ってるのはエリポンですね。はい。なんかもう三子が頑張ってるというから、エリポン置いて、エリポンにスペル使わせて、まあなんか適当に回して、もう一回エリポン置いてを、まあ無限に繰り返していくって感じかな。さあ、エリババ来ましたね。一旦三子で受けたい。で、ここにファイボとか、なんかそういうの使ってくれたら、エリポンもう一回置いていきたいよねっていうので、さあ、低めテスラが厄介ですし、テスラエリババのデッキはちょっとわかんないんですけど、これザップ打てばいい気がするけど、打たんでもいいか。一回ステイします。
さあ、アーチャークいいですね。いや、マジで、ここ最近、小勝三氏が、まあ、息してなかったと思うんですけど、まあ、三十氏自体があんま息してなかったと思うんですけど、その、結局、マザネク、どうにもできないですよね。あれ相手、アーチャークイーンスキル使ってたっけ？そう、アーチャークイーンにね、全部豚になるんでね、これ。アーチャークイーン処理できないし、アーチャークイーンじゃない、マザネクか、マザネク処理できないしっていうので、そう、今なの最近、マザネクがやばかったんですけど、まあ、マザネクが下方で、結構減ってっていうのとかを考えると、まあまだなんか小勝さんしちょっと戦えるようになるんじゃないっていうのはあるっすよね。さあというわけで、まあ、今回でメガナイトで、まあ、どんなデッキかわかんないんですけど、さあ高めガゴムとかやりながらね、ヤナメとか来ないこと願いながらね、はい、ナイスで、ギャングメガナイトアチャクイで、ちょっと何のデッキかわかんないんですけど、一旦エリポン来ます。さあエリポンデッキなんでね、ゴースペル使ってくれたら、まあ30死ね、展開しやすいですし、まあスペル使ってくれなかったらくれなかったで、まあエリポン溜まるんでね。はい。で、できるだけこの、低コスト系でちょっと回してあげられない。もう一回エリポン来たいと思います。はい。相手のデッキはさては、そういう系ですね。攻めカードがないタイプのね、デッキかもしれないね。もしかしたら。うん。ということは、マジ一生俺のエリポン系がはかどるかもしれない。さあ、リポン置いて、ウッド持ってるね。オッケーオッケー。三振出せばまあいいんですけど、多分出さんでも相手がすごいきつそうな顔してるんでね。さあ、まあさすがにこれはね。よいしょ。んで、止めてあげながらの、いや、アイゴレで挟んだ方がよかったかな。さあ、テスラがあるが、ウッド使ったね。さあ、ウッドが使ったら、まあギャング追加とかだよねって話なんですけど、メガナイトがあるんで、ガゴムレでいきます。はい。そうすると、まあ、メガネと出したところで、もうガゴムレね。おい、ロケット、当たってないぞ。一匹でしか当たってない。逆にすごい。さあ、まあ、相手がね、エリポンにロケット打たなかったとか、エリポン壊せなかったっていう時点で、まあ、僕の勝ちは決まるよねっていう、エリポンデッキです。でね、ちなみになんですけど、このデッキはね、ほんと4、5年ぐらい前に生まれたんですけど、なんか前、ケンツが、そういえば、枯渇三十士ってラットが作ったよねって言ってたんですよ。その、僕で話してて。で、俺は、ん？と思いながらも、もう覚えてないんで、そうなんかなぐらいで流したんですけど、もしかしたら、このデッキ僕が開発しました。はい。断言はできないです。覚えてないです。うん。まあ、けど、当時、なんかガゴムレのホグが流行ってたんですよね。とか使ってる人がいたんですよ。ガゴムレホグ三重士みたいな。この工場バーバリアンの枠がホグでね、使われてたんですけど、その時僕はね、ホグじゃなくて古城ババにしたんですよね、それを勝手に。で、なんか多分ギャングとか入れて多分俺が作ったのかな、みたいな感じですね。はい、なんで、この、古城ババね、嫌だって方は、ぜひ、ホグで使ってみてください。だホグでも、全然強いと思うな。当時は、ホグ三重士が結構いたんですよね。そう、ホグ三重士がいたんだけど、今じゃ、もういないよね、ホグ三重士。そう、ホグ三重士、なんでいないんだろうね。強そうな気もするんですけどね。さあ、まあ、というわけで、ペッカちゃんですね。で、まあ、ポイズン使ったんで、これは鬼許容します。いや待って、やべえ、タワー殴ってほしかったな。多分許容しすぎなんですけど、まあ、ポイズン使ったからなとか思いながら、マザネクだけはねやんなきゃいけないですね。でも、まあ、ウッド系とかも考えると、まあ、一旦ステイでね。いや、マザネクさ HP 結構脆くなったね。今の見た、なんか余裕で止まったね。さあちょっとエリポンをもっと置いていきたいな。あとは 3C も出しながらガゴムレですね。相手のちょっとユニットもうちょっと把握したいな。やめろ。おい、よくやった。まあ、ポイズンなのはわかるんですけど、他の周りのカードがちょっとわかんないんでね。よいしょ、どうしようかな。まあ、一旦 3C 展開しちゃうか。そうで、まあ両サイズね、ザップなのかウッドなのかみたいな、ちょっとその辺がね出てきてないっすよね。まだ本当は両サイドにもっとゴリゴリに行きたいんですけどね。うん、あとマザネクいたな。さあ、これちょっとね時間稼ぎたいね。これでペッカ後ろに下がってもらったら、ここのね端前の三種でペッカ溶かせる。よし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 。でここはね何もせずに
イリポンくんですよ。この三獅子でちょっとプレッシャー与えつつの願いもですね、マジで結局はエリポンゲーみたいなのがあるんでね。さあ回収して、うい怖いよねっていうので、で工場ババ前に挟んでね、これ多分このギャングですら相手ね泣きます。あー泣いてほしかったな。まあでもここはそう来るんですよね、ダークプリが。なんでちょっとエリポンでダークプリのねタギを取りにおしゃれに行って、今相手ザップ使ったんですよ。多分ですけど相手ザップ使ったんで、ガガモネ行ってポイズン防衛で使わせて、ポイズンで防衛使ったらもう一回エリポン立つよと、はい言ったところで、まあ三獅子エリポンガーゴイルの群れのどっかに、まあファイボーポイズン、使ったら他のどっかが生きてくるよねっていう、まあ無限ね、まあ中型スペル枯渇と言いますか、まあファイボー枯渇みたいなもんですね。てかマザネクがさ、ディガー2発とザップで飛んだのがでかいね。多分前までミリ残ってたんですよね。はい、なんでマザネクとか弱体化されたらもう普通に熱いよな。三獅子もうちょっと増えてもいい気もしないことはないけど、まあなんか三獅子ってねやっぱ限界があるっすよね。そのまあこのデッキだと特になんですけど、限られるんでね、いろいろ受け的な部分で。よいしょ、もうだってね、ギャングにウッド、ガゴムレでヤナメみたいな打たれるともうそれで泣いた方がいいって。さあどうしようかな。でこういうのはね基本なんか高めでポンって出しちゃえばいいんすよね。マザネク来なかったら、はいヤナメはね、ファイボザップとか積まれるよりも意外と辛いです。うん、まあでもヤナメってことはギャングが生きる理論なんですよ。このなんだろうな、スペル結局どっか生きるんですよね。相手がウッドだった場合、僕のギャングはダメなんですけど、ガゴムレが生きるじゃんっていう。ウッド使ったら三獅子もそのファイボウッド打てないじゃんみたいなところで、まあ、どっかが絶対生きてくるよねっていうのがこの枯渇三獅子の強みなんですよね。相手がもしファイボウッドザップだとしても、じゃあファイボザップを三獅子に使ったらウッドしかないじゃん。でじゃあウッド使ってギャングに使ったらもうガゴムレ生きるよねっていう。相手が別にサンスペでも、まあ、どっか生きてくるよねっていうのがこのデッキですね。うん。さあちょっと一回耐えるか。やべ、これ逆サイのタワーから打ってほしかったな。で、エリポン早く置きたいね、俺は。うん。痛い、やめてほしいよ。で、今回手がスキラの矢の雨？なんで、まあ、もう一個のスペルが何かはちょっとわかんないんですけど、ちょっとエリポン熱そうなんだよな。あ、いや、雪か。雪出てましたね。なんで、もう三子無双だし、エリポン無双ですね。いや、これも勝ったっすね。うん。負ける理由がないというか、チャッチ出しちゃいます。勝ち確です。多分。こうしゃしゃってると、メガナイトに踏まれて、ボコスカ行かれるとかあるんですけどね。さあ、ちょっとディーガーとかもね、ハンター受けつつ、ダークプリンスも受けたいよねっていう贅沢にね、行こうと思ったんですけど。で、あれね、行くとやっぱ踏まれちゃうんだね。逆サイですよね。よいしょ。で、ヤナアメ使ったら、まあ、このガゴムレが無双するよねっていう。なんで、まあ、ギャングかガゴムレどっちかは生きるよね戦法ですね。まあ、ちょっとめんどくさいよね。でも、いろいろと。さあ、置いていきます。エリポン、僕、100個貯めます。エリポン100個貯めれば、皆さん、勝てますよ、この試合。で、これね、エリポンと三獅子にね、スペル打ってくると嫌なんだよねっていう、これちょっと早めにね、工場出して、メガナイトとか持ってたら早めに探したい。これザップで刺します。うん。ダメにそろそろ追い上げていかないといけないんでね。で、相手のスペル把握ちょっと全然できてないんで、ちょっとやばいんですけど、これまあメガナイト残すないでしょ。いや、あったらやべ。あったし。まだもう一旦ダメージ入ったんでね。ここで固めます。一旦固めでちょっと緊急の耐えをしたいですね。はい。で、まあ、ザップ使ってるのも守って、よいしょ。守ってしまえば一旦大丈夫な気はしてるけど、OK。で、今相手が、雪玉使ったんでね。これで、まあ、矢波を使わせたいっていう。まあ、使わなかったら使わなかったで。ちょっとだけ怖くなってきたじゃんっていうね。はい。これ鬼の教します。これもう一回リボン置こうかな、俺。男はね、ここでもう一回エリポン食うんですよ。いや、男すぎたかな、これ。さすがにちょっと男すぎたかもしんないんですけど。
いやー、これちょっとね、勝ちに来てえな。いやー、それ残ってほしかったな。でさ、矢の飴がね、使われたので、しっかりガゴムレット。いやー、これは耐えれるはずなんだよな。まあ、ユキがワンチャン飛んでくるけど。よしよしよし。で、タイブレーカーで僕1500なんで、次からディガーもね、攻めに使っていきたい。さあ、まあ、こっからでも俺のターンですよ、結局。で、ここでギャングとかまで行って、こっちにね、メガネと裂きたいよねっていう。でも、裂いたら裂いたで、あ、相手、これ終わったっすね。それを使ったら終わりだよって、これ、実は左が落ちます。まあ、俺は右を狙ってるんですけどね。はい。まあ、神相性ですね。結局、矢行きだけだと、リポンも三振も全部きついんでね。はい。というわけで。まあ、矢がね、ちょっと家でしたけど。まあ、なんか、ファイブザップ矢の飴とか、引いても最悪ワンチャンがあるのが、まあ、このね、三振デッキですね。さあ、というわけでね、久々に三振使ってるんですけど、やっぱ楽しいっすね。はい。なんかこの、崩してる感じがね。なんか相手がもう、いや、辛いよ、辛いよっていうのがね、ちょっと目に見えてわかるので、やっぱ三重師はね、もう、あなたコストないねっていうのが。まあ、それはちょっとね、楽しいし気持ちいいんですよ。さあ、スケルトン部隊です。まあ、スケラか、まあ、なんでもあるか。ゴレラバー、ジャイ。スケルトン部隊そろそろ、ヒールと同じようにこのゲームからちょっと消してもいいんじゃないかなっていう、ちょっとなんか、なんだろうな。じゃんけんゲーを出してると思います、僕は。運営さん、どうでしょうか。僕だけでしょうか、思ってるの。さあ、謎の工場バーバリアンです。やばいっすよね。辛いもん。さあ、ザップ打ってなんとか減らします。なんだ?なんかのバルーンですね。なんかのバルーンなんですけど、まあ、一本折れそうなのでいいとしましょう。いや、なんかその、三重士って今までこう、やっぱいろんな形が出てきたんですけど、やっぱヒール三重士があったんですよね。そう、僕の大好きな。ヒールっていう呪文が多分知らないと思うんですけど、皆さん。消されたっていう。このクララワで唯一消されたカードっていうね。はーい、ところで。前段だけちょっと分かんなかったんですけど、まあ、バルーンフリーズ。で、多分エリポンがきついよね、と。三重士もきついよね、ということでね。諦めのグッティンガーですね。そう、唯一クララで消されたカード僕が愛用してて、三重士ヒールね。それ消すぐらいなら、スケトン部隊の方がね、嫌じゃない謎のスケブイね。いや、スケブイだって最近ちょっと種類高いですしね。なんか、初見殺し感がちょっと僕は許せないな。みんな的にはなんかこのカードはちょっと違うなとかね、あったらちょっと聞きたいな。コメントでお願いします。はい、というわけで今日はね、狡猾三重士やったんですけど、まあ古参オブ古参のデッキだと思うんでね、まあちょっと初めて見たって方も多分いると思うんですけど、まあ強いデッキ、いや強いのか、いや昔はめっちゃ強かったデッキなんでね、今わかんないですけど、はい、ちょっと面白いデッキなんでね、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。